柴田ジャーナル。続いては浜松市西区シトロのメンバー田所商店浜松店にやってきました。どうもこんにちは。こんにちは。なかなかこだわりがありそうなお店じゃないですか、ここは。ありがとうございます。ねえ。こちらはどんなラーメンが食べられるんですか？はい、うちはですね、グランドメニューが3種類になっておりまして、はい、まずは北海道、うん。これが一番人気ですね。うん、北海道と、信州地方の信州ですね。信州味噌。あとは、九州の。麦味噌を使った甘めの、はい、味噌とあとの3種類です、グランドメニューが。日本古来の健康食品、味噌に注目したラーメン店田所商店。味に特徴ある北海道、信州、九州の厳選した3種類の味噌ラーメンを楽しめるお店です。大変お待たせいたしました、柴田様。わー、いたします。チャーシュー半端じゃねえじゃんこれ。ありがとうございます。マジかよ。こちらの方からすいません。やばいわこれは。いただきます。どうぞ。おお、まろやか。あー、美味しいですね。ありがとうございます。うん、これは麺によく合うぞこれ。うん、うん、あー、なるほど。味噌よく絡むようになってるわ。はい、縮れ麺で、はい、工夫しております。中太でね、はい、食べ応えもあって。ありがとうございます。やっぱね、麺がね、味噌に結構負けちゃうとこ多いけど、はい、ここはいいね。ありがとうございます。お互いがちゃんと主張し合ってて、その主張がこういい感じに口の中合うわ。もうね、さっきから店長さんがすごい嬉しそうだし、うん、そしてチャーシュー、この厚みだよ。すごい、この香ばしさがいいね。またいいアクセントになる。ありがとうございます。味噌ですんで、はい、香ばしさが出ております、ね。はい、ほんと美味しいよ。こちらはどういったラーメンでした？こちらは九州の麦味噌を使っているラーメンなんですけども、うん、さつま揚げを、はい、だからこんなドドンと大きく、はい、さつま揚げが。じゃあスープから。味噌？麦味噌です。はい、そうじゃないです。すごいコクがありますね。深いこう何層にも重なったような深みなんですけれども、お味噌は甘くて後味はすっきりしているような印象を受けます。うん、うんうん、ちょっと黄色いし、はい、卵麺ですか？はい、そうです、はい、麺が本当によく合うように、うん、はい、なっておりまして、なんかこのお店の甘みと、そしてこの麺のつるつるっていうのがもう程よく絶妙に絡まりますね。そうなんです、うん、食べていくごとに、その材料が合わさってどん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 深みにはまっていくというラーメンになってます、うん、はい。ラーメンと一緒に頼むとお得なセットメニューも充実しています。さらに取材を進めると、田所商店の味噌ラーメンはなんとニューヨークミシュランガイドに掲載されているとのこと。ミシュランの称号を得たラーメン屋さんが浜松にあるってことですよ。それがまたこうなんていうかね、はい、日本の伝統の味噌であるってことがまた嬉しいですよ、ね。そうですね。あと10年大丈夫でしょう。先月には浜松インター店もオープンしました。まだまだ暑い夏を乗り切るために、日本古来の健康食品、味噌をたっぷり使ったこだわりの一杯、皆さんもぜひお店に。